グラントマサル・イマハラは日系アメリカ人の電子工学とラジオコントロールの技術者。TV 番組怪しい伝説レギュラー。日本名はイマハラ・マコトサル。イマハラは南カリフォルニア大学を卒業し、電子工学の分野で科学学位を取得。一時期映画ライターになりたくて先行外を考えたが、南カリフォルニア大学映像技術学校の教授で、ね、 ルーカスフィルムのサンクス社のクリエイターである EN、トムリンソン・ホールマンのアシスタントを務めることになり、その経験から、そのまま工学の道を進むことにした。卒業後、ルーカスフィルムのホームサンクス部門にエンジニアとして入社。その後資格効果スタジオのインダストリアルライトマジックに移動し、9年間働く。イルム時代は、ロストワールド・ジュラシック・パーク。 スター・ウォーズ・エピソード1、ファントム・メガス、ギャラクシー・クエスト、AI、スター・ウォーズ・エピソード2、クローンの攻撃、ターミネーター3、マトリックス・リローデッド、マトリックス・レボリューションズ、バン・ヘルシング、スター・ウォーズ・エピソード3、シスの復讐などに関わる。今原は多くの映画にモデル制作者として名前がクレジットされている。例えば、スター・ウォーズシリーズ後期3部作において、 R2D2 の改造等をしている。公式 R2D2 エンジニアとして、モキュメンタリーの EN、R2D2、ビニース・ザ・ドームにも亀名を出演をしている。今原は、彼の雇用者であるジェイミー・ハイネマンと、イルム時代の同僚で現在怪しい伝説の、準プロデューサーである、リンダ・ウルコビッチに誘われ、同番組に加わることになった。スコッティ・チャップマンの代わりに3人組に入る。 三人組中のギークと言われることがある。伝説検証のためしばしばロボットや電子制御の特殊装置を作り上げる。船を使うロケではほとんど船酔いでダウンしている。今原は怪しい伝説の仕事に加えて自ら設計したロボットデッドブローでバトルボットへ出場したことでも知られている。その他の仕事としては以下のようなものがある。 2020年7月13日、脳動脈瘤の破裂により急性した49歳没。ありがとうございます。